老農党とは、1929年11月に結成され1931年7月まで存続した日本の無産政党である。一般には1926年決闘の旧老農党を特別して新老農党と称される。無産政党としては、最大の統制を誇った旧老農党が3.15事件の煽りで、結社禁止となった後、 同党の再建を目指す大山イクオラ旧幹部により結成された左派の無産政党である。しかし決闘の過程で共産党との対立が生じ、また決闘後も解消運動で動揺するなど、左派内部の内向に苦しんだ。このため党は左右双方からの挟み打ちを受けることになり、無産政党としては極めて弱い力しか持つことができなかった。この結果、 党内では、中間ハム3政党との合同論が高まり、最終的には、全国労農大集党結成に合流する形で回答した。1928年の3.15事件により、旧労農党が、日本共産党の外閣団体とみなされ、結社禁止処分となった後、党委員長であった、大山イクオラは、新党組織準備会を結成し、 旧労農党を継承する新しい合法無産政党の決闘を目指した。ところが、この間、7月17日より開催されていたコミンテルン第6回大会において合法的な労働者、農民政党の決闘を否定する決議がなされたため、当初決闘を支持支援していた共産党は10月、労農党の再建を否定する旨表明した。この結果、 同年12月22日から24日に開催された新しい労働者農民党の結成大会では共産党は玉砕覚悟の方針で決闘を指導したため結成大会は当局により解散処分を受け同党は即日禁止され新党結成はならなかったまた新党準備会自体も共産党の方針に基づき 政党結成を目的としない政治的、自由獲得労働同盟に改組された。さらにこの間、旧労働党に参加していた、水谷町三郎らの右派や鈴木も三郎らの労働派は、新党準備会とは距離を取り、別党の形成に進んでいったため、旧労働党勢力は4分5列の状態になっていた。これに対して、あくまで新労働党結成を目指す大戦。 上村進む、最佐古金光ら聖、同盟幹部は、翌1929年の4.16事件で、共産党が取り締まりを受け、一時その影響力を後退させた後の8月8日、突如、新郎の応答受立の提案を発表した。これによって聖、同盟は、大混乱に陥り、大山らは、共産党に、裏切り者と罵倒され、同盟からも除名処分を受けたが、 11月1日には、退散を、委員長、蔡波様を、初期長とする老農党の樹立にこぎつけた。川上はじめ、新老農党の機関支部長であったが、解消運動の急先方に立ち除名された、新老農党は、翌1930年春の総選挙に際して、大戦、川上はじめらを立候補させたが、この時の選挙戦は、左右から挟み打ちにされる。 熾烈なものであった。特にかつて旧老農党時代に大散を輝ける委員長と称賛していた共産党系勢力は手のひらを返したように大散の名前をもじって大選手と罵倒し激しい誹謗中傷キャンペーンを展開した。このため新老農党からの当選者はわずか大選一名のみに止まり得票数も全国的無産政党として 再開の8万票のみであったように、党勢は極めて弱体であった。さらに総選挙以前の1月、コミンテルンは公式に、新老農党を否定しており、このため党内の左派は動揺し、旧老農党以来の幹部、小岩井清を中心とした党大阪府連は8月29日に、党解消決議を行い、最左派この動きに同調した。党は小岩井最派様を、 除名処分としたが、今度は、機関支部長の川上はじめとの対立が発生。川上も10月に即時解体を定義し、無断で、上村らと連名の解消意見書を、機関紙に発表した。この結果川上らも同月中に除名され、さらに解消派の離反により、党の動揺は続き、事実上の分裂状態となった。解消運動が、 当初の目的としていたのは新郎農党内部の左派分子を組織化しその力を強める点にあった。しかし皮肉なことに党内では次第に左派の影響力を失わせ逆に中間派の力を増大させる結果しか生むことがなかった。この後新郎農党は中間派の全国大衆党との合同を模索するようになり1931年7月5日 同党との合同で、全国労働大衆党が結成されたことにより、解散した。なお、現在の日本共産党は、公式党史、日本共産党の50年において、合法的労働政党の否定が誤った、方針であったと表明している。ありがとうございます。